こんにちは、辻岡です。今日は12月30日、バチトレルセンター練習台はミーバス広場の起動台ですね。静江さんのソフトが始まるバッチ。デコリアスイの一押しポイントっす。デコリアスイの一押しポイントってなんか文章がおかしくない？無理して奥から狙わず、手前から確実にゲットするのがいいっすよ。じゃあ練習スタート。確かに一番奥のね、そのミーバス広場のバッチを狙うとこれ厳しいかもしれないね。前やったように、右側2つをね、右に追い出すように、右アームで押していきたいと思います。ほい、どうだろう、うまくいくかな。 OK OK、 これですよ。うん、落ちるけど、おそこでスピンしちゃうの。どうしたらいいかな。こうなった時、奥のね起動バッジもこれ多分落とすんだよね。いやこれでも手前から行った方がいいな。重なりそう。大丈夫かな。おこらこらオッケーオッケー。危ない、今また左戻るとこだった。そして起動バッジ、リバース起動バッジを掴んで、どこまで持っていけるかな。コロ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 しコロコロしないの。すげえ手数かかったな。3手で取れたんだけど、また落とすんでしょ。こら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 、戻ったらダメだよ。あぶねえ、これ本番台でならなくてよかった。ひどすぎでしょ。いけ。あー、最後はなんか力が強いね。もう絶対なんか力の強弱がありそうなんだけど。4枚でした。ふん、お、小当たりもあり、2プレイ無料。はい、今日は静江さんのね爆弾台やっていこうと思うんですけど、これね練習台でやった時にみんなから結構早めに取れたよとアドバイスコメントねもらったんですけど、最近ではね小杖さん、アーリーさんに、取り方ね教えてもらったんですが、小杖さんは右側のくぼみ、アーリーさんは静江さんの横のくぼみをね おすすめしてもらってるんだけど、どっちがいいのかな。小杖さんのはね右側にやると右側が綺麗になると、アイリさんは左側にやると静江さんが一手で取れたよと。ちょっとね、なのでどっちから狙おうか悩んでたんですが、まずね1手目静江さん落とし狙ってみようかな。左側で落ちなかったら並べ直しして右側から狙っていこうかな。そのやり方でやってみようと思います。できればね1手目であの左上のね、2カット笑ってるやつが落ちてほしい。静江さんが飛んででもね、静江さんが取れなくても。なので静江さんの横からまずは狙っていきたいと思います。いきます、ほい、飛べ。静江さんは落ちませんでしたね。で左上が落ちてくれました。なので今度ねこっからやるの相当大変です。多分上が詰まっちゃってるのでね。なので並べ直しして右側から落としていきます。左上が落ちたのが大きかったな。じゃあ今度右のくぼみに入れていきますね。これで右側が綺麗になってくれると、おおっとおっと、いやいやちょっと待ってちょっと待って、そのまま保存しないでよ。はい、ちょっと待って、まだ落ちるバッジが山ほどあるんだけど、あれあれ、右下右下、ちょっとお疲れしたじゃなくて右下。おしゃれプレイいっちゃうすか。これ行かない人は右側全部取れないってこと。しょうがないな、お金入れちゃうよ。もうこんな状態で帰ることできないでしょこれ。え、本当に詰まってるのそこ。ちょっと待って、右下はどこに挟まってんの。右の壁に挟まってるってこと。おいおい勘弁してよそれ、なんか嫌な感じ。またね右側に置いていこうか。ドン、ふむ、
詰まりは解消できたけど、ちょっとこれも静江さん取るの難しそうだね。静江さんの上に置いていくとかどう？ボン。ちょっと待って、それ取ってないバッチなんだけど、そのハートの。もう待って待って、それやめてよ。大丈夫だよね。静江さんの横にコロンとドン。おしよしよし、オッケーオッケー。危ねえ。手数かかっちゃったけど多分取れるよね。これは坂道コロコロで、よいしょ、いけ、オッケー、やりました。坂道コロコロ技でようやくゲットできましたね。めっちゃ手数かかっちゃった。6手かかりましたね。あ、また忘れてた。1手使って揺らそうって言ったのに、これ最後の1手じゃ取れないや。最後の1手はアイスクライマーの台やりましょうか。まず右側をきれいに、えいえい、えいや。いや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 、ガン詰まりじゃん。はい、ようやく、静江さん取れましたね。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。怪しい薬を研究中の2人と見せかけてラーメンの開発。最近はラーメンもいろいろっすからね。台湾混ぜそばとか鶏パイタンとか。ラーメン僕大好きだからな。鶏パイタンも台湾混ぜそばももちろん食べたことあります。美味しいよね、それぞれにね、味があって。てんてててててててんてててれれれれれてんてててててて、上手に焼けました。肉焼きですね、モンハンの。音楽が終わってから2秒置いてボタンを押すのがコツだ。モンハンの肉見るとほんとね、鶏肉が食いたくなる。美味しいよね、ああいう骨付き肉は。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でね起動バッチ来て、本番台ではね3手で綺麗に取れたんだけど、5手使ってねようやくコンプっていう感じで、なかなかね、戻って落としてね戻ってきたり、ちゃんと落ちなかったりして、苦戦しちゃいました。あれ本番台でならなくてよかった。そして今日はね静江さんの爆弾台やったんですけど、そうだな、どっちから入れたらいいかっていうのは判断はやっぱりできないけど、多分どっちもねそこそこの手数で取れるんでしょう。まあまあバッチの場所によって早くなるか遅くなるかっていう感じでしょうね。ということで残り1台、もうあとね多分2手ぐらいで取れる台だと思うんで、また今週もね多分コンプできると思います。それじゃあね今年最後の明日に、新台もね全コンプして綺麗にね締めくくって終わらせたいと思います。それじゃあ土の子でした。